わいい。かわいいでしょ。もうすぐチューしちゃう。キャワタン。ワインのプレゼントはどこ？ワインのプレゼントはどこ？ワインのプレゼント今いたでしょ。今いたでしょ。これ東郷のプレゼントだったよ、さっきの。改めてこんばんは、ライトさんありがとう。なんだこれ、コミちゃんやってるって顔してる。そう。じゃあはんぺん来て。はんぺん。はんぺん。はんぺんちょっと来て。はんぺんちょっとご挨拶して。つい呼んでる今。あ、出て出て。あ、ダメだ。遊びに行っちゃった。うん。猫になりたい。猫になるか。うちの猫になるか。カニというのの名前をつけよう。ちょっと暴れないで。ちょっとつくねあげる。あの右だけあげる。つくねの右側だけ。つくね的し。よいしょ。ちょっとどいて。これもらってくから。よいしょ。よいしょ。大きくなったよ。はんぺん、はんぺんおとなしくしなさい。はんぺん、僕はんぺん、僕はんぺん、僕はんぺんだけど遊びたいよ、遊びたいよ。はい、というわけで、あの大変、大変よもう。大きくなったでしょ、めっちゃ。大きくなったのめちゃくちゃ。あれあれとか言って。山さんこんばんは、ありがとう。つくねね、つくね大きくなったのめちゃくちゃね。はんぺんもね、昆布も大きくなりましたよ。さっき映ったけどちらっと。何言ってんの。最近よく泣く。よくつくねはよく泣きます。最近は春だからかな。みんな大きくなってよ本当に。昆布、昆布ちゃん、昆布ちゃんおいで、ハクチ、昆布ちゃんね、障子破かないで、障子破かないでお願いだから。それ以上の被害を出さないの。大暴れですもん。にゃーん。かなぞこんばんは、ありがとう。ちょっと呼んでも来ないや。誰も、誰も来ない。誰も来ないや。みんな遊んでる。そう、障子やばい、マジで。うちの障子。全部破かれてるよ、多分。ビチビチ。おとなしくならないですもん。はんぺんに関してはおとなしく ならないですもん。ずっと暴れてる。ランスイこんばんは、ありがとう。しやし、もうね23時だからみんな静かに騒いでください。 HK こんばんは、ありがとうございます。よいしょ。捕まえたぞ。捕まえたぞ。
女の子、唯一の女の子、昆布です。大きくなったよ、こんなに。見えるかな。ちょっと部屋が汚いのバレて。で、充電がない。よいしょ。こんなに大きくなったよっていうのを見せたい。こんなに大きくなりました。そう、耳毛がすごい。耳毛がすごいね、あなたね。耳毛見してみ。耳毛すごい。あたち耳毛すごいのよって。あたち耳毛がすごいのよって。かわいいね。かわいいね。もうずっと遊んでたいな。ずっと遊んでたいな。ね、静かに騒いでもらって。猫のつかみ取り、そう、つかみ取りいいな、やりたい。猫のつかみ取り何してるのね、え、やめて。いや、暴れないでください。暴れないでください。はいはい、よち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 。耳毛だっちゃよいよ。大きくなったよ、あたち。うん。ねえ、男子たちは暴れてますよ。女子会中です。女子会。いや、私の部屋じゃないから今。でもここ茶の間だから綺麗ですよ、わりかし。長野遠征に行った相方がまたワンダイジャパンのライブ見たいって言ってた。あー、嬉しい。また連れてきてよろしく。イベントとかね、ライブもそうだけど。 GTR こんばんざい、ありがとうね。可愛い。でも可愛くて、どうしどうしよう、もう食べちゃいたい。かわいい。サマスよよ、ありがとう。今日は中山家おでんず勢ぞろいということで。遊んでる。ガチャガチャの空のあのボールで遊んでます、今。ケケハイサイって言ったっけ、私。ハイサイ。中山家の猫ちゃん早起き、早起き。5時半に泣き始めるかな、大体。5時半に泣き始めて、ご飯もらって、遊んで、満足して寝るって感じ。ん？な？ここだよ。ママここだよ。はい、おいで。おいで、はい。ママここだよ。はい、おいで。いや、来ないんかい。ママのところ来ないんかい。ママママでもね、ちょっと反抗期入ってきてるよ。反抗期入ってきてて、ちょっと言うこと聞いてくれません、最近。ママよ。10月のイベントの4ヶ月後に。ねえ、わかる。再会、こんな早くね、会えるとは思ってなかったもんね、お互い。よかった、でも、ほんと。ライブ自体がね、無事に開催されてよかったです。長野遠征、ほんとね、ありがとうございました。一生懸命遊んでる。かわいい。そして、皆さんね、26日山梨ワンマンライブよろしくお願いします。ちょっと緊張の瀬取りって感じだけど、本当に
これでね、あの愛理が卒業しますので、たくさんの人で笑顔でね見送りたいなと思ってます。ダイソーで目覚まし時計、それ大丈夫？ダイソーの目覚まし時計ってどうなの？ちゃんと目覚まししてる？ちゃんと目覚ましとして機能してる？鳴るの？ちゃんとビビビビって。なんかで遊んでる猫ちゃん。またレッスンなしで直線で合わせる感じ。いやもうねそうなんですよいや個人的にはお家でレッスンはしてるんですけど、そりゃそうだけどね、そりゃそうだけど、そうお家でダンスの練習とかフォーメーション頭に叩き込んでるんですけど、やっぱりね今東京に行けなくて、まあ仕事もあるし、仕事もあるけど東京にちょっと行くのが大変だなってなって言ってるので、そうね、リハーサルも兼ねてって感じかな。あ、鳴った？よかった。すごいねダイソー。あさっちこんばんざ。山梨行けたかったけど、ちょうど友人の結婚式、あーそっか、かぶっちゃったか。もうしょうがないね、もうそれはしょうがない。初ライブだったけど時間があるときにメンバーの配信を見てたから物販は行きやすかった。あ、よかったあんな感じ。わー混んでたね、めっちゃ混んでたよね。ラプタムチャリできた、ありがとう。スマホないからさって、まだ見つかんないの。サマス、もうそろそろ見つかっていい気がするけど。コマちゃん東京に来るとインフルエンザにかかっちゃうよ。マジそれな今年の目標はインフルエンザにかからないです。毎年かかってるから。去年も長野帰ってくる前の1月にインフルエンザかかっててマジでやばい。マサチャリできた、ありがとう。今日はおでんずが勢ぞろいしてます。遊んでるけど、うん。相方がこまちゃんの名刺欲しがってたから喜んでた。あ、よかった、渡せてよかった。無理じゃない？え、本当に？いや、インフルエンザなんか毎年 A と B 両方ともなってて、で去年はね久々に A型 B 型どっちだろう、一つしかインフルエンザかかんなくて、今年はねどっちかかるかなって感じですまあもしねそのインフルエンザなくてね、あのコロった時もね、まあしゃあないかなコロった時はもうちゃんと休養してじゃないから。いや、なんかかかる前提もね、あのインフルエンザもそうだけどさ、インフルエンザもなんか風邪って絶対引くじゃん人間あの健康的に過ごしてても元気に過ごしてても1年に1回は風邪引くじゃん絶対に。みくちゃんのこまちゃんの動画なんか卒業するかな。いや、花束持ってたからね、なおさら。確かに。新しい名刺もらうの忘れた。新しい名刺とは？新しい名刺って何？え、アンバサダーのやつってこと？山梨チケット見せれない。え、どうすんの？サマス。それ。何事もない方が一番だけど、さ、そりゃそうじゃ。そりゃそうじゃ。私の中の大き度がそうかかる前提だから、毎年なってるとさ、もうかかるかなってインフルエンザの方がなるの難しそう。確かに。おいで、ママのところおいで、おいで、ここおいで、ママのお膝おいで、うん、
はいはいはい、なんやねん、来たの来たの来たサンブラック、息子が来ました。あお一瞬で消えた一瞬で消えていったあんな可愛く膝の上に乗ってきたのに一瞬で消えたみっちゃんこんばんは、ありがとう。かわすみまるこんばんは、ありがとう。そう、イラストの方、あーそっか、また今度だ、今度渡すアンバサダーのやつ。あー美味しい、もうイエイ。インフルエンザ寒冷地で流行らないような気がする。でもなったことあるよ、長野に行った時もインフルエンザになった時もあるよ。貫禄あるねって、貫禄あるって聞いてないよ、聞いてないそう、猫のね足のバネはマジですごい、マジでバネ入ってるんじゃないかって思う。なんか今ね、はんぺんが永遠に一人で猫じゃらしで遊んでて、そのはんぺんが一人で遊んでるのを遠くからつくねと昆布が見守ってるっていう状態です今。ツンデレめ、ツンデレさん誰だ。あくびしてない、私配信であくびしたことないあかねさんこんばんは、ありがとう。いや、あくびしてないから。つくね後輩の面倒よく見ます、はい、よく見る、ちゃんと見てくれてます、さすがね、すっかり先輩になりました。でそれ持ってきて、それママんとこ持ってきてね、それママんとこ持ってきたら遊べるよ。ダメだもう反抗期、うっせやばわ、話しかけんじゃねえよ、いらねえよ、弁当なんていらねえよ弁当恥ずかしいからやめろよとか言い出すのかな、ね、悲しいわもう本当に。昆布透明で見てますよ。悲しいわ、子供の成長は早いわね。マジで一人遊んでるな。山梨誰が来るのか把握してないんだが、山梨、この中で山梨のワンマンライブ行くよっていう方いらっしゃったらコメントで教えてほしい。今からでも お待ちしてます今からでも全然来てくれ、山梨。あれ踊りたい、ワンマンのさワンマンのどっかでさ、山梨の宝石どれだって果実にはニャ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 、おいおい、サマス了解、コマ予約ね、ありがとうね、買ってくれて。でもチケット大丈夫かなチケット無事に携帯見つければいいけど、それママのとこ持ってきて、ちょっと待って、いやーい、取った、これおもちゃの元棒に、棒と紐についてたトンボのおもちゃだったんですけど、噛みすぎてこれだけ取れちゃった、これを加えて遊んでました今はんぺん。ういういうれうれうれ
ふりふり。ふりふり。ふりふり。ふり。ふりふり。ふり。あれ、あれ、猫パンチ。猫パンチ。ふりふり。ふい。というわけで猫ちゃんタイムでした。あー可愛かった。あー可愛かった。満足。ケントくんこんばんは、ありがとう。ね、可愛い、可愛いね猫ちゃんはね。みんな可愛いね、本当に。うちに来ればね幸せにします。俺たちが幸せにする。猫ちゃんを幸せんのは私だ。ねえ、よかった。なんかこうやって元気に成長していくのを見ると本当なんか考えるものがあるね。僕ほっぺ、僕ハッピーだよ。よろしくね。うん。あげる。はいはい、どうぞ持ってっていいよ。ブーブー、クマさんを幸せにすんな。我々だ、我々だ、よーし我々だ。いけピカチュウ、電光石火だ。ピカチュウいけ、電光石火だ。どっか行っちゃった。猫パンチ優しい。でもね痛いよ、ね、なんかね昆布の爪がねすぐ伸びる。切っても切ってもすぐ伸びる昆布。なんかいつかみんなに、なんだろう、おでんず鑑賞会したい、みんなで。これがつくねだよって。これが昆布とはんぺんだよって、なんかそんな催しをしたい。まあ、みんなにねこう猫ちゃんの可愛さを知ってもらいたい。うちの猫ちゃんの可愛さを知ってもらいたい。あれか、大変か、ストレスになっちゃうか、そんなにいろんな人に合わせたら。猫ちゃんって。というわけでこんなほのぼの配信でしたが、
今日はこの辺でドローンしようかな。ドローン。じゃあ最後にスクショタイムしましょう。よし、じゃあスクショタイム。君に決めた。はい、スクショタイム。はい。こっちだよ。こっちだよ。こっち見て。こっち見て。ちょっと待って。助けて。助けて。乗ってる。私の背中に乗ってる誰かが。誰？私の背中に乗ってる誰？ピカチュウ、ピカチュウ。というわけでありがとうございました。またにゃー。おやすみ。ちゃんとみね、あったかくして寝てください皆さん。はんぺんでしたはんぺん元気いっぱい。というわけでありがとう。みんなおつこまだよ。ね、みんな幸せな夢を見れますように。私は猫ちゃんの夢を見ます。おやすみ、ありがとう。26日の山梨よろしくお願いします。待ってます。ありがとう。またねー。